ホリエモンチャンネル。名前言ってください。寺田ゆきです。分かるで。では、一緒に乾杯しましょう。はい、じゃあ乾杯です。よろしくお願いします。はい、ということで、本日私たちと乾杯してくださったのはですね、株式会社コンパイル創業者の株式会社コンパイル丸代表の新谷正道さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。コンパイル丸なんですか？はい、コンパイル丸です。あ、前の会社と違うという一応知りつけコンパイル丸なんです。丸なんです、はい、ということでですね、はい、本日は新しく発売されるゲームを一緒にやらせていただける、はい、ということで、ぜひぜひ、はい、なんと いち早くですか本日は。そうですね、いち早く。そうなんです、発売前なんです。すごーい。コンパイル丸ですよ。コンパイル丸です。はい、すごいですね。そうです、コンパイル丸ですよ。そうそう、丸です。何がすごい。いや、すごいネーミングだなと思って。いや、だって丸つけるといろいろ意味がつけられるから、それでつけたんだ。へー。例えばその日本丸とか、はいはいはい、本当は真田丸とか、真田丸に引っ掛けたのもあるんですか？そうそんな丸とか、あるいはゼロから始まるとか、はいはいはい、みんなで輪になろうとか、あの、なんとかちょめちょめとか、ここになんか言葉入れていいじゃないですか、うん、そんなんで丸にしようかなと思って。なるほど、だからいろんな意味込めて丸にした。で、前の会社と違うという意味を込めたいし、うんうんうん、で、今度は省いてもいいかなみたいな。省いてもいい。電話するときに、はいはいはい、コンパイルって言っちゃう。コンパイルまで言うと、向こうの人がクエスチョンマークついて止まるんですよ、大体。今何言ったみたいな。では、じゃあまあ本日は一緒に乾杯しているので、はい、ちょっと料理を作ってきましたので、はい、よければ食べてください。寺田さんのね、手作りで作ってまいりました。いやいや、いい匂いするか。本日は、つまみたくなる。じゃあちょっと下に。レンコンのきんぴらとですね。ですよね、これ何？これが、うん、あの、エビチリならぬ鶏チリです。おお、鶏の胸肉でチリソース作っていきます。しかも胸肉なんだ。胸肉で、で、これがヘルシー、はい、これが流行りのですね、無限ピーマンっていうのが流行ってて。あ、そうなんですか。本当かよ。本当だよ。無限ピーマン流行ってるんですか。これちょっと無限ピーマンって何？なんか無限に食べられるピーマンみたいな。何それ、名前だけそうじゃないみたいな。ぷよぷよの話はしちゃいけないんですか。あ、全然いいの、私って構わないです。ない。ただ映像が出せないだけで。ああ、なるほどなるほど。もうだって僕ぷよぷよすっげえやりましたよ。え、すげえ。何連鎖ぐらい。私もすげえやりました。何連鎖ぐらい。あれは何連鎖だろう。10とかできます、ね。あ、じゃあ折り返しもガツンと。折り返しまで。すげえ。じゃあ僕よりすごい。僕5連鎖精一杯なんで。折り返しが大事ですか。折り返ししないと勝てないですよ。相当やり込んでました。やり込んでますね。あ、ご存知です、あの、東大にぷよ犬があるの。いや、知らないです。今あるんですよ。あ、そうなんです。最近はぷよ犬があちこちにある。あ、最近はあちこちにあるんですか、ぷよ犬が。そうそうそう、昔なかったと思うんで、なかったでしょ。今あるなかったですね、ぷよ犬が。でもね、僕が大学生の頃やってましたよ。あ、それはもう流行って、はい、結構だから強い人は。一番最初のプラットフォーム何でしたっけ。メガあれは、いや、一番最初は MSX とファミコンのディスク版が一番最初なんですよ。あ、そうなんですか。 それからしばらくしてメガドライブとアーケード。あんまりでもその MSX2 とかですよね。うん、そうそう、そうだし、ファミコンディスク1万本しか売れなかったんで。本日のゲームホリエモンチャンネルはここまで。今回はぷよぷよの生みの親、コンパイル丸株式会社代表取締役、新谷正道さんにお越しいただきました。その新谷さんが新しく開発した任天堂 3DS 用格闘パズルゲームことニョキニョキ旅立ち編で対戦。シンプルなルールながら自分のタイミングで発火、お邪魔を落とすことができる新しい落ちゲーです。11月16日より任天堂 e ショップで発売開始です。熱くなること間違いなし、要チェックです。さて、次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この街に詰め込んだらいつかみんなの光になって輝ける。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう